こんにちは、ヘロンの数学チャンネルです。今日は皆さん一度は見たことあるであろうリバーシというゲームを一からプログラミングしていきます。この100行足らずのプログラムの中にゲームのロジックとか UI とか AI とか、まあ AI というよりは古典的なアルゴリズムですけど、まあそれが全部入ってます。では早速書いていきましょう。まず盤面を書きます。ここはまあ言うことはなくて二重のループで円を書くだけですね。次に盤面を表すボードという変数を作ります。でボードという変数をもとに白黒のディスクを書いていきます。でここからが本番でして、なんかリバーシでディスクを置くときってなんか8方向それぞれこんな感じに見て、でまあひっくり返すじゃないですか。でその一連の流れっていうのはすごい小さい単純な関数に分割できまして、そうするとものすごいいろいろとメリットがあるんですね。どんなメリットがあるかはこの動画の中で話していきます。今 RateToQuotes という関数を作ったんですけど、この関数がじゃあ何をするのかというと、座標 XY から方向 AB を見たときに、まあ、いわばこの線分が通る座標を全て求めるという関数です。でこの関数単体ではあんまり意味がないので、もう一個関数を作ります。今作った関数は Codes to Disks と言いまして、この関数に座標を渡すとその座標に載っているディスクの種類が返ってくるという関数です。でこの関数をさっき作った RateToCodes 関数と組み合わせると、こんな感じで線分上にあるディスクを求められるわけですね。で線分上にあるディスクが分かると何が嬉しいのかというと、そのディスクの並びを見れば何枚ひっくり返せるかがわかるんですね。じゃあ試しに1個例をやってみましょう。とその前にちょっと関数の作用をわかりやすくするために盤面を複雑にしまして、ここで座標36から方向 0-1、 つまりこの座標から上に向かって、盤面を見た時のディスクの並びというのはなし、白白白、黒白黒となりますよね。ここでこの並びの最初のところに黒を置いたら何枚ひっくり返せるかを考えると3枚ひっくり返せますよね。そんな感じで、ディスクの並びを見てひっくり返せる枚数を求めるという関数を今作りました。でここまでで関数を3個作ってきたわけですが、これでもうリバーシの核心部分、政治で言うところの真水ってやつだね。まあそれはどうでもいいんだけど、これでもうリバーシ完成したようなもんです。嘘だろお前っていう声もねちょっと聞こえてきそうですけど、早速実演していきましょう。動画の冒頭で作った RateToCodes っていう関数をちょっと思い出してほしいんですけど、この座標の配列から一部分だけを切り出せば、なんとひっくり返すべき座標が全部分かってしまうんですね。具体的にはまず先頭の座標を除いて、でそこからひっくり返すべき枚数分だけ座標を切り出します。もちろんこれだと一つの方向の座標しかわかんないので、なんかうまい感じに三角関数とかを使って8方向分の座標を計算します。具体的には0から7までの8個の整数を作って、でそれを三角関数を用いて方向ベクトルに変換して、でそれを8方向の線分が通る全ての座標に変換して、で実際にひっくり返すべき座標だけを切り出して、あとはちょっとデータ構造をわかりやすくして、はいできました。あとはまあ適当にこの座標にあるディスクを全部フォアループとかでひっくり返してあげれば、いやこれもう完璧リバーシスはもう今日の仕事終わったわ、はい300万早く納品して寝よとはならないのがプログラマーの辛いところですね。てなわけで残りの仕事をやっつけていきます。まずさっきコンソールでなんか精一杯組み立てた関数があるんで、そいつに名前をつけてコピペします。確かねうろ覚えなんだけど、なんか2人対戦モードが欲しいみたいなことをね顧客が言ってた覚えがあるんで適当にやっつけます。はい、まあできてるんじゃないですかね。本当はちゃんとテストとか書いた方がいいんだけど、いかんせん納期まであと3分しかないから、まあまあやろ。さっき顧客から電話があって、やっぱり2人対戦じゃなくて今時流行りの AI ってやつでなんか1人でも遊べるようにしてほしいんだけどとか言われたんで、今から AI を作ります。もちろんなんか真面目に機械学習とかやってる時間は全くないんで、ものすごい古典的なアルゴリズムでごまかします。具体的には全部の座標を調べて、で一番たくさんひっくり返せるところにディスクを置く、それだけのアルゴリズムです。
まあ3分しかないからね、しょうがないね。で、今作った関数を用いて、プレイヤーがディスクを置いた瞬間に AI もディスクを置くようにすれば、いやもう今度こそ完成っすわ。今さっき即興で作った AI 君も、まあもちろん強くはないけど、まあ、ちょっと考えて打たないと負けるぐらいの実力はありますね。というわけで今回の動画は以上です。動画説明欄からこのリバーシュを遊んだり改造したりできるので、まあ、もしよかったら遊んでいってください。ではまた。